粉砕します。ね、はい、こうしてしまいます。ボンジュー、皆さん元気ですか。フレッシュシェフマッサーのおうち料理ですね。まあ、このチャンネルはですね、今までもいろいろやってきましたですけどね、肉やですね、でまあ、お魚も入れながら野菜とねバランスが取れたね、お料理をねご紹介していきたいと思いますね。モットーはですね、楽しくて健康的な料理を作っていきたいと思います。ということでですね、今日はご覧いただいている方からね、春のポタージュをちょっと作ってみてっていうことでね、いただいてたんでね、今日はですねグリーンピースですね、グリーンピースを使ってですね、カプチーノドゥチポワ、あのフランス料理でのプチポワって言うんですね、グリーンピースのことを。ちょっとね、あのカプチーノ風に今日は仕立ててみたいと思いますね。はい、材料を紹介します。グリーンピースですね、ね、フレッシュのがあればいいんですけども、今日は冷凍のを使ってあります。 270g パック入りみたいですね。それに玉ねぎですね、それに、こちらがですねチキンブイヨンですね。いつもの無添加コンソメチキン、今日は 500cc 使いますから 10g で 500cc 溶かしてあります。でロースハムは使いますね、使うというかちょっとね、上に乗せるんですけども、それにこれ発火ですね、発火も使います。というのはサリエットってね、あのフランス料理で使うハーブがあるんですけども、結構ね豆類にスープに使うことが多いんですね。で今日はね、あのちょっとねフランスのレシピに載ってるやつなんかでもね、ちょっとこれを使ってね、のしたのがあるんで、これ使ってみたいと思います。それにもちろん生クリームですね。でそれにバターも使います。はい、玉ねぎね、今はねちょうど新玉ねぎがね、まだある時期ですから、これはね150g ねぐらい使います。これ普通のスライスです。ノルディスクしても早く出ますから。はい、これはね先ほどのねハム、生ハムですね、日本製の、それをねあの焼きました。で焼いたらですね、ちょっと細かくですね切りますね、細かく切ればいいです。これをねこうしてこれぐらいに小さく切っておけばいいですね。はい、少々お待ちください。はい、これミントね、これもあのうちの庭先に自然に生えてくるやつですね。まあ、これはねよく水を拭いた方がいいですね。でこれもみじん切りしとけばいいんですけど、先にやっておくとね香りが飛んじゃうんで、なるべくなら使う寸前というかに切った方がいいですね。これもまあ無駄にあのさっきのハムと一緒ぐらいの大きさでいいですね。まあ、適当にでいいです。パラパラっと散れる程度でいいですからね、たくさんは使えませんからね。はい、バターねこれ 40g 用意してあります。で、この 20cm の今日はラウンドで作りますね、ストーブで作ります。これ 30g ぐらいね、 10g ぐらいは残しておいてください。40g 残してるね。でバターを溶かします。はい、まず玉ねぎ炒めますね。 150g ぐらいです。ね、バター溶かしたら、というか、玉ねぎを炒めていきます。今日はね、色を出したいんでね、玉ねぎこれ、新玉ねぎで水分が多いですけどね、少し透き通って甘みが出てきたら、もうそれで OK にしますね。で、そのうちにですね、こちらで、お湯を沸かしてあります。ね、沸いてるんで、グリーンピースをボイルします。ブイの中で煮ないんでね、まずこれをボイルします。グリーンピースですね、あの沸騰したお湯の中に入れて、また沸騰してきてですね、浮き上がってきたら一回ね味見てみましょうね。で、あの臭みがなくなってればですね、で柔らかくなってれば OK です。これでも OK ですね。これを、お湯を捨てます。それで氷水で冷やします。はい、氷水でね冷ましてください。ちょっと氷が少なかったですけど、これすぐ冷まします。そしてこちらですね、炒まってきましてね、あ、ちょっと掘ってたんでね、ちょっと色がついてきましたけど、つけないようにねした方がいいですね。はい、弱火ですね、中火の弱ですね。ここにですね、チキンブイヨンを入れます。 500cc ですね。そしたら、塩とね、塩と胡椒は今日はね白ね、
白胡椒使います。というのはね、グリーン色に綺麗に出したいですからね。そして、蓋をしてですね、蓋をして、中火の弱でですね、12、3分、2台ですね、一応10分入れてみます。はい、ね、10分ね、玉ねぎとブイヨン入れて炊きましたね。これでちょっと揃って飛んじゃったということで、それこれ味を見てね、味を見てみます、スープをね。もう少し塩味とグリーンピース入れますからね。今からグリーンピース入れたいと思います。10分、まあ、10分入れればいいですね。でグリーンピース入れてからあんまり、これはね、氷水に入れてですね、これ入れます。これ冷たいですからね、ここに入れて軽く振ります。なんかこれ粉も入ってますね。何が飛んできたんでしょう。変なものが飛んでました。それで一回ね、グッと火入れましょう。はい、蓋してね、沸騰してきたらですね、少し気になるようでしたら、アクをね、アクはね、少し取りましょうかね。それで真ん中までね、沸騰してから OK で、もう一回アクをここでね、見てみましょう。あ、いい味。プチポワグリーンピースの香りが移ってきてますね。まあね、このまま食べてもいいんですけどね、ポタージュにしたいんでね。まあフランス料理では、ね、ポタージュはスープのね、総称ですからね。ポタージュの中にポタージュクレールってね、澄んだポタージュと、ね、リエゾンしたポタージュリエっていうのがあるんですけどね、今日はね、つながったみたいなのがありますから、ポタージュリエになりますね。はい、これで沸騰してきましたからね、真ん中まで沸騰したら、ここで火を止めてですね。はい、ね、このティファールのファンドミキサー、ちょっとね、旧式のやつですけどね、今日はスープ用のグリーンのをつけてます。これでね、気をつけてくださいね、これ危ないですからね。粉砕しまーす。ね。はい、お待ちください。これ、こします。ね。こします。はい、こしてしまいます。はい、ね、皮の部分が取れてきますから、なるべくずっとこう押しながらですね、潰していくと。この大きさはね、これぐらいのやつで十分でいいですね。まあ、レストランとかミキサーでは細かくしちゃいますからね、いいんですけど。まあ、こうやってですかね、こういう、これも僕、100均に買ってるじゃないかな。100均のやつかもしれませんね。ちょっとね、潰しながらちょっと押してもらってもいいですし、今日はね、フレッシュ使いだったかったんですけどね、フレッシュがね、売ってなくてですね、グリーンピースだけなかなか売ってないですね、このスーパーにはね。はい、皮はもういいですね。取れればこれを入れてね、これにしときます。ちょっと贅沢ですけどね。はい、ここに 8cc ね、これで50ですから、50あと30、80cc の生クリーム入れましたね。そしたらね、混ぜたらですね、もう一度ちょっとここで味を見るんですけどね、火を入れましょうか。はい、今火を入れてるんですけど、ちょっとまたミキサーでですね、ちょっと一回火入れてからのがいいんですけどね、またこの乾くしながらこれは渡せていきますけどね。ちょっと待ちくださいね。ね、綺麗なグリーン色に残ってますね。プチョワの優しい香りが、まあ美味しい。はい、最後にね、ちょっとバター入れてみましょうかね、風味付けにね。で、ここでね、
やっていきます。もうこれで火が入ってきますからね。でそれでちょっとね当ててるとね、これ穴が開けるとダメだ。こうカプチーノになってきますからね。これをですね、盛り付けますけど、今日はですね、大きなあのコーヒーの大きな器の方で、今日はカプチーノ的にいきたいと思いますけどね。まあこれぐらい8分目ぐらい入れたらですね、ここに今度は泡を入れていきたいと思うんでね。で、これを再度ちょっと泡立てますね。ちょっと飛ぶかもしれませんけどね。当ててると向こうに当たって泡がこういっぱい出てくるでしょ、ね、でそのガス器でこうやって泡立てながらですね、で泡立ってきたでしょ、すごい。でカプチーノになってきます。はい、コーヒーをですね、これからね、これをすくってね、カプチーノですね、カプチーノってね、昔はカプチーノって何なのかなと思ったりしましたよね。今皆さんご存知ですよね、カプチーノ。そしたらここにね、ミントの葉っぱ、ね、軽く置いて、そして生ハムの焼いたのをね添えていただければ、はい、カプチーノですね、プチポワのカプチーノですね、グリーンピースのカプチーノ仕立てができました。ということで、美味しそうに見えたらぜひね、いいねボタン、またチャンネル登録よろしくお願いします。ベルボタンもねよろしくお願いします。バイバーイ。はい、いただきますね。このミントの葉っぱとですね、ちょっと混ぜてですね、ちょっといただいてみます。うん、ふわふわっとして、ほんとカプチーノになってますね。グリーンピースのカプチーノ美味しいです。じゃあまたご覧ください。バイバーイ。